じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、コツの準備部屋へようこそ。今回はね、こちらですね。はい、恐怖の、あ、これは前回だな。こっちじゃなくて、今回はこれですね。はい、ワンピース3時裏造形王頂上決戦ということでね、結構前のフィギュアなんですけどね、ちょっとねこのねカラーリングの3時が欲しかったんですよ。一応ね、このフルカラーのやつもあるんですけど、フルカラーのやつはねなんかあんま好きじゃなかったんですよね。で白黒つうかこのね、特別カラーが欲しかったんですけどどこにもなくてね。で、今日ね、リサイクルショップで、売っていて、思わず買っちゃいましたね。はい、でしかもねこれねよく見るとね2015年って書いてあるのね。もう2年経ったんだと思って。早いね。じゃあ早速ね開けていきたいと思います。もうねあの中古品なんでね、中古開封はどうなんだろうな。一応ね20テーパー20になってるんでね、開封してあるのかなないのかなわかんないけど、よいしょっと。はい、中は一応ビニールには入っている。よいしょっと。未開封っぽいな。あ、未開封だな。はい、じゃあね、ちょっとバラバラなんでね、組み立てたいと思います。はい、ということでね、一応ね上半身と下半身を組み終わりましたけど、まあ、細かいですね、ネクタイとね、これここにすごいちっちゃくありますけどこれタバコですね。すごいな、ここまであれ再現通貨再現あれ、ね、してんだな。パーツ分割、これタバコはどういう形で、先端の方があれか、どう挟むんだこれ、もうちょいこういう感じか。はい、ということでねこういう感じですね。パッケージと見比べるとちょっと若干違うかなっていう感じはあるんですけどね。まあでもそれがまあでもね悪くはないですよ顔とかも。まあ角度によりきりだけどな。まあでもすげえかっこいいっすね。今が旬ですからね、サンジは。いやーいい。で、このね、ウォレットチェーン。いいね、躍動感があっていいね、やっぱりね。で、台座が、こうね。厚底ブーツみたいになってますけどね、これは台座用なんでね。はい、一応こういう感じでグッと、はい、こういう感じですね。はい、ということでねこういう感じで
組み終わりましたね。やっぱいいね、サンジかっこいいね、いや久しぶりになんかこのワンピースの造形を変えましたね、まあ、自分はね本当 UFO キャッチャーやんないんですけどね、ついこの間ね思わず UFO キャッチャーに手出しちゃってね、2000円使ってね、全然取れなかったっていうねそういうことがあるんでね、もう絶対やっぱね買う派ですね、私は。取れる気配がない UFO キャッチャーなんて、まあ上手い人はねほんといいよね、ダダダって。はい、今回はね、この裏造形王頂上決戦の3時特別カラーバージョンね、お届けしました。まあね、カラー版もねいいとは思うんですけどね、私はこちらの、特別カラーバージョン、はい、こちらの方を買いました。まあね好みはあると思いますけどね、この色はね単色なんでね、ほんと白黒とかじゃなくてほんと一色単色って感じ、はい、ということでね、まあ、今回の、動画は以上になりますね、久しぶりに、フィギュアの紹介となりましたけどね、いかがだったでしょうか、ではね、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。